僕は彼女を求めてこの世界に生まれた。新しい世界での暮らしや得られるはずだったあらゆるものを犠牲にして、少女はどこからか集めてきたガラクタで僕の体を作ってくれた。記憶はよどんでいた。努力しなければ思い出せない。これまでどこにいたのか、どこへ行こうとしていたのか。よくできたね。少女と話すことはできなかった。でもそれは僕の求めていたこの世界でたった一つのぬくもりだ。ガラクタの体だから温かさは感じられないけれど。